ニューヨーク生命保険ビルはニューヨークシマンハッタンクマディソン街51号マディソンスクエアパークと道路を挟んで向かいにあるニューヨーク生命保険会社の本社ビルである北から見たタワーの頂上ニューヨークライフビルは1926年にキャス・ギルバートにより設計された彼はニューヨークのランドマークであるウールワースビルも設計しているこの壮麗なビルは ソールズベリー大聖堂にインスパイアされており、金メッキを施されたピラミッド状の屋根を持ち、26丁目から27丁目と、マディソンアベニューからパークアベニューサウスの間の全ブロックにまたがっている。これは、マンハッタンの建築物としては珍しい。ビルの高さは187メートルで40階建てである。これは、マンハッタンでは、ギルバートの最後の顕著な高層ビルの作品である。 1837年から1889年、この場所には、ニューヨークハーレム鉄道と、ニューヨークイコールニューヘブン鉄道の合同駅、コンサート庭園、及び、PT バーナムの競馬場があった。1925年まで、この場所には、最初の2つのメディソンスクエアガーデンが所在していた。2代目のものは建築会 N、スタンフォードホワイトによって設計された。 このビルは2年間の建設期間を経て1928年に竣工し、総工費は21ドルミリオンであった。様式は流線型のゴシック様式の細部装飾と明瞭なモダンマッシングを組み合わせている。頂点の金のピラミッドは2万5千枚の金箔タイルを使用している。このビルは2000年にニューヨーク市歴史建造物保存委員会より公式に ニューヨーク市歴史建造物に指定されており、1972年にアメリカ合衆国国定歴史建造物としてアメリカ合衆国国家歴史登録財にリストされている。1995年ピラミッドが新しいタイルと照明に改修された後、このビルはニューヨーク歴史建造物管理委員会からメリットサイテーションアワードを受けた。ニューヨーク生命保険会社は現在でもこのビルに 本社を構えている。2004年からは、クッシュマンエイクフィールドを通じて、追加のオフィススペースをリースしている。ニューヨーク市地下鉄 IRT レキシントンアベニュー線28丁目駅の南行ホームから階段を介して、直接つながっている。客中参考文献。ありがとうございます。